皆さんこんにちは。今回はどの武器が一番強いのとか、この武器とこの武器どっちのが強いのとか、そういう質問をよく受けるので、ちょっとそれに、まあ、答えられるかわかんないんですけど、俺本当に上級者っていうかトッププレイヤーの人がどういうこと考えてるのかとかちょっとわかんないところもあるんで、俺の答えられる範囲でちょっと答えていこうかと思います。これ前俺の動画に来た質問なんですけど、まあこれ91層が実装される前に来た質問なんですけど、現環境どの武器種が強いんですか。直剣から最近弓に移行しようかなって考えてるんですけど、やっぱり斧ですかねっていうのがあるんですけど、まあそれに対して俺が答えたやつ、ちょっと気持ち悪いですね。めちゃくちゃ長文ですね。マジで気持ち悪い。ありがとうございます。現環境ではどの武器も活躍できるようになってますが、まあ確かにスキルが揃ってれば強い武器種というのは存在します。スキルが揃ってればなんですよ。まあこれ91層実装前だったんで、まあもうすぐ環境変わってしまいますがとか言ってるけど、やっぱそのスキルが揃ってるかどうか、あと周回するボスによるっていうのがあって、やっぱ周回するボス、このゲーム弱点属性がめちゃくちゃ大事なゲームなんで、重要なゲームなんで、やっぱ何を周回するかによって使う武器を変えないと全然ダメージが入んないっていうこともあるんで、ていうかむしろ、まあ、今やっぱ強いボスとか50層より上のフロアボスとか属性耐性ついてきたり、カオス討滅戦で言うとカオス175っていう、この動画撮ってる時点で一番難易度が高いやつは属性耐性がついてて、でもどのボスも武器属性と自然属性に耐性があるんですけど、フロアボスはその50層より上のやつで、武器属性より自然属性のが低くて、武器属性の耐性が圧倒的に高いんですよ。だから例えば突属性が弱点の敵だったら、突属性の武器でいかないとかなりきついです。ほとんどダメージ入んないと思っていいです。で、自然属性耐性は、まあ、85層フロアボスとか自然属性、非属性が弱点なんですけど、それ以外は全部耐性が 150% あって、で、カオス175って言われてる今一番難易度高いやつは自然属性耐性、それも 150% なんですよ。この動画撮ってる時点では、この冥黒総区記でいいのかな、読み方、これカオスダロスってやつなんですけど、これ有利属性残性って書いてあるじゃないですか。ここ残属性正属性の攻撃じゃないと本当にダメージが通らないようになってます。高いダメージが出ないというか。で、まあ、91層出る前は、このロッソとかヤシャインテ、このゲームのやり込み要素であるなんとかインテグラル武器ってやつ、この生産、メニューアイテム強化交換、生産から、なんか武器選んで、で、かなり上の方、あ、下の方、最後の方か、最後の方行くと、まあ、こういうアークエンジェルとか、まあ、片手再建だとね、このノックスアークエンジェルとか、これが装備可能レベル101のやつが初期インテグラル武器ってやつで、これが121がノックスインテグラル武器。で、141のやつがルクスインテグラル武器で、その上がロッスインテグラル武器、その上がヤシャインテグラル武器ってなってるんですけど、この中で一番装備可能レベル高いやつがこのゲームで一番強い武器なんですけど、これがね、この武装石っていうのがマジで出ないんですよ。稀に入手できる素材ってここ書いてあるんですけど、マジで出なくて、これ作るのが本当に大変なので、で、これを作るためにボス周回するんですけど、そのボスに何が効くかっていうのが大事で、まあそれが環境スキルだと定義しています、今のところは。まあロストとかヤシャ作るのが目的なら、まあ現時点では、まあ91層前は突属性環境なので、片手再建とか弓が強い。で、片手再建は、クリティカル関連の熟練度スキルが多いんですよ。メニュー、ステータス、武器熟練度って言って、片手再建選んで熟練度スキルって押すと、まあ熟練度スキルいろいろ出てくるんですけど、まあ、クリティカル発生時とかクリティカルダメージが上昇とかクリティカル発生率上昇とか、まあ、片手再建を俺全然上げてないんですけど、まあ、こういうのね上げてくと強いんですけど、まあ、片手再建ねクリティカル発生率 300% 上昇する追加効果持ちのスキルっていうのがあるんですよ。例えばこういう憎めないモンスター小春とか、こういうのがあるとクリティカ
ルが出しやすいんですよ、85層フロアボスとかで。これをモッドスキルに装着する感じなんですけど、まあ、モッドスキルっていうのはこの青い字で追加効果って書かれたスキルを装着できるスキルのことで、まあ、モッドスキルにしかくっつけられないんです。このスキルにモッドスキルをくっつけるとかはできないんですけど、まあ、そういうのがあると、まあ、今の環境だとクリティカル耐性がある敵がいるんですけど、そういうのはなんとか突破できるんで、まあ、そういうスキルがあるとかなりクリティカル出すのが楽で強いんですよ、形再建でも。あとやっぱね、弓が強い。今のところ本当に弓が一番強いかもしんない、その85層環境までだったら。いやでも85層フロアボスやるんだったらやっぱ弓が一番強いのかな。本当に一番強い人は弓で来るんですよ。こういう自身にターゲットが向いてないモンスターに対してダメージが上昇するっていうこの追加効果、これがめちゃくちゃ強くて、影打ちカジバって俺呼んでるんですけど、もともとこのカジバ弓っていう戦い方があるんですけど、残り HP が少ないほど強い効果があるんですよ、弓。それを生かして戦うんですけど、まあこういうね、熟練インゴットとか言って、まあカジバインゴットとか呼んでるんですけど、最大 HP が低下するデメリット効果があるインゴットがあって、それで、なんとか HP をわずかにできるっていうテクニック、なんとかっていうかできるんですけど、全然普通に。武器切り替えとかね、やってできるんですけど、まあそれで低くしたり、まあスキルレコード自体の効果、ソードスキルの効果で自分の HP が減るやつあるんで、それで減らしたりしながら戦うっていうのがあるんですけど、それがめちゃくちゃ強いです。まあ槍もスキル揃ってれば、全然戦えることは戦えます。やっぱどの武器も活躍できるようになってます。スキルさえ揃ってればね。でまあよく直剣モッドが強いとか言うんですけど、直剣モッド一強の時代はとっくに終わってますし、こういうパワーライズ4っていう直剣モッドを使う時以外に装備するこの攻撃力が900も上昇するアビリティ使うと、直剣モッドより全然威力出るんですよ。直剣モッドよりはるかにかわかんないけど威力出るんですよ。俺持ってないからわかんないんですけど、今直剣モッドはむしろ弱いって言われてるくらいなんです。まあ、直剣モッドって片手直剣のモッドスキルなんですけど、まあ、それがなんで強いかっていうのは、この直剣モッドがなぜ強いのかっていう記事をこれリンク動画説明欄に貼っておくんで、よかったら見てもらえればと思います。まあ、とにかく片手直剣より他の武器の方がスキルさえ揃ってればめちゃくちゃ強いです。まあ、直剣モッドより他のが強いって言いますけど、結局その残属性が弱点の敵に対してはやっぱ直剣モッドも効いたりするんで、まあ、スキル揃ってれば大体の武器使えるんですよ。で、あとはもうボスの弱点によるってだけです。で、まあ今はカオス175ってさっき言った一番難易度が高いやつなんですけど、カオス討滅戦のでやつにはダーミスのオノモッドが効くので、オノがめちゃくちゃ強くて、で今の期間にはカオスダロスやってて残性が効くんで、まあ、残性の直剣モッドが強いと。でカオススティーグは取り巻きを倒すほど、まあ、モブですね、出るんですけど、ボスにダメージが通りやすくなってくんですよ、取り巻き倒すたびに。まあ、だから槍がいいとか、まあ、弓でもなんかバーストとかでね、槍とか弓とかなんとかできるらしいんですけど、まあ、カオス175やるなら斧直剣槍とか書いてあるんですけど、やり方次第では他の武器でも全然いけます。弓とかもう短剣もパワーライズ4とか揃ってて、モッドの素材で強いやつとか結構あるので、それ使っても全然火力出るんですよ実は。まあ、前は85層環境だったのでシンプルに、まあ、弓が強いと思いますってその言ったんですけど、まあ、いろいろ言われて、じゃあどれがいいのとか聞いた人困ると思って、まあ、何かこれが強いって言ってほしいと思うんでこれ言ったんですけど、本音言うとやっぱスキル揃ってるやつなんですよね。どの武器も強いっていうのと周回するボスによるっていうだけです、結論としては。で、まあ、他にもこれ質問来てたんですよ。短剣を最近使ってるんですけど、斧と短剣どちらが強いですかって、多分こういう書き方をしてくるってことは始めたばっかなのかなと思って、でもやっぱり答えるとしたらもうこう答えるしかないんですよ。スキル揃ってればどの武器も活躍できると。で、まあごちゃごちゃ言ったんですけどね、やっぱ初心者は始めたばっかの人はこうだって断言してくれた方がいいと思うんですよ。結局どうすればいいのみたいに迷っちゃうと思うんで、まあ斧と短剣どちらが強いって聞かれたら、まあ斧って答えちゃったんですけど、まあ短剣はまあいろいろ準備とかね、高いダメージ出すのに準備とか、まあ斧もさ、バフとかデバフかけたりとかさしてから攻撃し
した方がダメージ出るし、まあ、準備段階っていうのはあると思うんですけど、バーストで発動したり、まあ、刻印入れたりとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、探検はね、刻印も入れられるっていうのがかなり強いですよね。刻印デバフっていうのがあって、でこのスキルを敵に当てると次に敵が受けるダメージが2倍になるっていうのがあるんですよ、まあ、これ刻印デバフっていうのがあるんですけど、まあ、刻印デバフを持つスキルが、まあ、6個ぐらい今出てるんですかね。で、まあ、片手コンか探検にあるんですよ、今のところは、この動画撮ってる時点では。で、まあ、これが強いんですけど、まあ、そういうのを、まあ、探検でも打てると。だからよくこういう質問に対してはどちらが強いですかっていうのは、もうどれも強いとしか言いようがなくて、もう倒すボスにもよるし、みたいな。敵の弱点つくとダメージが 50% 上昇するんで、ダメージ計算式上でですよ。単純にダメージが 50% 上昇するわけじゃないんですよ。前このダメージ計算式っていうブログ記事書いたんですけど、まあ、ダメージ値イコール攻撃力かけるスキル威力かけるダメージ何パー上昇と覚醒率、これかけたものがダメージになると、まあ、大体ですけどっていうのをやったんですけど、まあ、弱点入るとね、このダメージ何パー上昇のところが上がるんで、まあ、斧はね、カオスアスラ、ダーミズさえ揃ってればカオスアスラできるし、今91層が実装されたので、斧がめちゃくちゃ強いです、やっぱり。ダーセイ属性の斧スキル、モッドスキル持ってればめちゃくちゃ強いし、探検だったら、やっぱ例えば直剣モッドで、持ってない属性のやつ探検で持ってたりしたら、まあ、探検の方でスキル揃ってればですけど強いんで、実はこういう毒状態の敵に対してとか残属性の弱点ダメージがとか、こう毒状態の敵に対してってやつが実は強いんですよね、案外。こういうやつとか、この毒状態の敵に対してとか、実は強いんですよ、これ。あとはやっぱね、このトキアルゴがめちゃくちゃ強いって言われてて、で、この天神ランマシリカが、それの 0.3% 版なんですよ。こっち 0.5% 版なんですけど、この天神ランマシリカ、もっと消費スロット枠2枠なんですけど、このストーリーで手に入るこの意外なポテンシャルスキラは消費モッドスロット枠1枠で 0.2% なんで、天神ランマンシリカと一緒にモッド探検モッドに装着すると時あるごと同じ数値になるんで、まあこれ聞かれたからはっきりとこのシンプルに斧の方が強いとは思いますって言ったんですけど、本音言えばどの武器もスキル揃ってれば強いです。あと倒すボスによります。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。サラサラ。